んだよね。うん、駅に忘れたってかな。いやそれもあるんじゃない。でも、うん、マジでやばい。ここにないの。ここの服ルンルン、ちょっと一回ちょっと立って探してみて。ルンルンないって言ってんの。ないの。今確認したら電話来るよ。マジで来なきゃよかった。なんでそういうこと言うの。私のせいみたいな。お前のせいだよね。なんでこいつのせいじゃん。違うじゃんそれは。え、誰のせい。俺のせい。萌えのせいでしょ、どう見た。なんで私のせいなの。お前のせいだよ。私が今そういう風に言わなかった。お前ん家来たからだよ。ね、そうやって人のせいにするのすぐやめればいいじゃん。なんで人のせいにするの。あ、早く喋りなよ。喋り方、はい、違うし。あるんですか。あ、じゃあお金払うんでこっち持ってきてもらって。あのすぐ あの持ってきてもらうことってできますかね。お金払うからって。ああ、そうなんですか。いくらぐらいかかりますか。ドアをガチャンと閉めるなよ。止まる。ここ今日好きになっちゃうよ多分。やりたいとかじゃなくて。何年よって、もうなってるじゃん。ほんと分かってないね。ひしひし伝わってくるんだよ。はい、はい、違いますね。いやだから傷つけたくない。いい子だから。持って来られたらと思いまして。2000円ぐらいですか。はいはい。元カノはやってくれないと。ここまでね。その携帯がないとちょっと、まあ人と比べるの良くないけど、眉と比べたら天と地の差がある。すいませんけれども、でもね、眉も性格良かったんだよね本当に。はい、明日も使うので、その携帯、はい、なので早急に来ていただいてほしいんですよね。はい、甘江田さんなの。すいません、なんだっけ名前。なんちゃんか。はい、ちゃん。そうですね、そこまで私取りに行きます。はい、はい、私が直に取りに行くので、そこまで持っていただけ、持ってきていただいたら、そうですね、どれぐらいで着きますかね。10分。わかりました。じゃあ10分ぐらいで。キムキム来た。コメントがバグってんだよな。どこにいるの。キムキムどうぞ。わかりました、ありがとうございます。絡みに来るなって言っときながら、はい、俺の枠に来るって矛盾してない。キムキムアホ。ねえねえ、10分で、10分後にその携帯がつくから、取りに行く。私、行ってこい早く、うん、じゃあ10分後だから。今先行って待っとけ。いやいや、それ寒いでしょ。それは先に行って待って、ちゃんと謝ってこいよ。謝ったよ。持って今運転手、あなたよ。迷惑。金払ってこいよ。それ2000円。なんで私のせいみたいな感じになってんの。みんなも言ってるじゃん、萌えのせい。なんでよ。おかしくない。萌えのせいでしょ。お前ほん、ね、お前だろ。お前だよ。その手出しません。私はワンちゃんも俺に懐いてます。ほら、ずっと俺の横にいるよ。ルナちゃん、女の子。女の子で。もう一匹は女の子。かわいいんだ。いや、コーヒーに抱かれてなんかかわいそうくなってきた。何でもやってくれるし、風呂沸かせ。さ、あとさ、風呂喋らずやれ。行く前に10分もう洗ってあるよ、うん、お風呂は。でも43度な。42度だよ。44度で沸かした後の30分後の43度ぐらいの好き。殴られたい。で44殴られたい。で30分寝かすから。お前ふざけんなよ。私取りに行くんだから、携帯を。寒い中バスのあれもう。お前が取りに行けよ。じゃあ声がでかいんだって。無駄にでかい。火薬さん嫌いなんで。耳にキーキーになるでしょ。借りたくないんでしょ。優しくしてあげな。分かったよ、冗談でよ。でも喜んでんだもん。何を喜んでんの。ド M だからこういうのが嬉しいんだって。タバコの煙こっちに吐くなよ。汚ねえな。犬いるからやめてよ。あ、ごめんね。あ、それはごめん、うん、向こう行けよ。分かった。ね、あすみちゃんどうしたの。
ちょっとコメント見せて、コメント固まってんだって。あともう5分ぐらいで出てくからね。その子携帯持ってるの？あ、これいくつの携帯？何やってんの？これねえ、ちょっとやめて。もう携帯がゴミすぎるんだけど。携帯買うお金ないの？なんで横違う違う、じゃあの携帯買うお金ないの？なんてやつこの携帯。あやか紹介してくださいよ、キムキムさん。セッティングしてくださいよ、キムキムさん。お願いしますね。顔出しした今。うん。じゃあここに横においでよ。どうなの？横にいないよ、じゃあ。なんて書いてある？知らんよ。いや、私あの携帯取りに行かなきゃいけないから。出たがりなの？うん、違うよ。可愛いって言われてるよ。横おいでよ。は？横でやりなよ。なんなのそのちょこっと出てくる感じ。いや、携帯取りに行くから。え？私と携帯取りに行かなきゃ。あなたがなんか忘れた携帯。やめて。え、普通に可愛いじゃんとか。みんな持ち上げて引きずり出そうとしてる。おお、うまいね、みんなも。その気になってきたよ。ほら、かわいいって言われてるよ。うまいわ、みんなも。かわいいじゃん。これでいいの？これで足りるかな？足りなかったら出してよ。嫌だよ、私も無理だよ。あの、嫌だよ。自分の携帯じゃん。なんなの、こじき。お前だろ！声できんだよ、こじき。あのさ、お前が携帯忘れたんでしょ。1000円も払えねえのかよ。じゃあさ、なんで私があなたが、うるせえんだてめえ、ね、ちょっとさ、あのさ、皆さんに聞きたいんですけれども、応援する気持ちがあるんだ。すいませんけど、あのこの人が忘れた携帯を私が取りに行くんですけど、私が払う必要ってありますか、ありませんか。これイエスかノーかで答えてください。イエスかノーかで、イエスかノーかで答えてくださいね。あ、得意なアンケートやればいいんじゃないですか。得意なアンケート。すいません、お願いします。わざわざ。ですよね。はい、ありがとうございます。ですよね、寒い中行くんですから。行かなくて降りてくるわ。そんなこと言う。場所わかるんですか。どこ？教えて。降り。うん、もういいよ。あ、いいよ。いいって言うならぐちぐち言うなよ。俺自分でも行けるって今言ってるんだから。指を刺さないで人に。自分で喜んでいくんだったら恩着せがましいこと言ってくんな。恩着せがましいこと言ってないじゃん。そういうことを言うなってこと言ってる。いちいちうざくてね。いちいちうざいんじゃなくてお前がうざいんだよ。行くのになんか恩着せがましいよ、ね、お前だよ。俺行くって言ってんじゃん。だから行ってきてあげる。あ、だから、うん、行ってくれるんだったらもうそれ以上言わなくてよくないって話。あ、ちょっと言って。携帯ないと困るんだよ。なんでよ。コメント止まってんの？うん、固まってるんだよ。え？負荷がかかるんだよ。ちょ、待って待って。負荷が。あ、行け。本当嫌なんだよ。嫌なの？俺行こうか、じゃあ。本当一人。どこに行けばいいの？もう行ってきてもめんどくさいかな。ほら、ジムに行かないじゃん。上着は洗面所に黒いパンティーが転がって、あ、それは女性利用のやつだから汚ねんだよ。違う違う、そういうの男が来るんだったら直してよ。あのさ、携帯持ってかないよ、コメント見れないから。持ってくで、ディアンデイみたいな。持ってくで、打ち上げるぜ、トンちゃん。どーん、みんなお腹いっぱいになったところで、うん、まだお腹すいて、ああ心配してるわ、どっか行くから。優しくしましょう。うん、分かった。萌と仲いいからさ、いつも悪口、ね、いつも喧嘩してる仲なんで。ねえねえ、あの部屋ルームツアーしとくわ。やめて、やめてね。冷たすぎじゃない？そこでいいことしてて。いや、俺は普段絡んでるまんま絡む、うん、普通に普段あのなんつうの、優しいリスナーさんに優しくしてるじゃん。そういう人には会っても優しくしてるんだけど、萌は普段から喧嘩してるから。
絡んでる。そっちの方がいいかなと。萌えちゃんとは初めてだよ。いい？まあでも彼女いらないからね。そかコメント固まってるわ。ちょっとナイスをしても、何歳なんだろう、40ぐらい違うかな。40。何、あすみちゃんが旦那と喧嘩してるの？旦那と、ゼロワンチルドね。いや20代はないよ。いつものよく喧嘩してるよな旦那と。離婚届を破られたんだ。いつもの茶番ですね。茶番。面白いのそんなに。年上で、まあ確かに。萌え編やろうかな。萌えちゃん編。でもね、昨日ね、俺夜中にツイキャスの録画見たんだよ。マユやっぱかなり面白いよ。マユとのゼロマユは今振り返ってみるとマジで面白かった。あの好きとか嫌いとか置いといてね、マユがちょっと面白すぎた。面白いと思うんだけど、いや、あのご飯作ったりとかそれしてるだけで、あれ傑作だよ多分。でマユがあの俺に似てるんだよ。あーゼロマユ7000人とかいたな初め。萌ちゃんはダメだね、2000人ぐらいじゃふさわしくないね。マユはガチ天才派だ。いや俺の真似してるんだよ。俺の影響をめちゃくちゃ受けてるから、だから似てるっていうのがある。マユマユ言うな。でマユ面白いんだもん。面白かったんだもん。追加すみあすみ2000人。じゃあ俺以外の配信者は、男配信者はそういうやつに言ってこいよ。なんでもかんでも俺と比べるなよ。なんでそんな全部俺と比べるの。みんなあすみと絡んだことあるかな。あんなの喧嘩してるときいいけど、それ以上展開がないんだからすぐ収まるでしょ。総理との掛け合い面白い？何が面白いの？あ、帰ってきた。あのさ、こっちはさ、タクシー運転手にさ、ね、これもらって、それなのにお前悪口大会か。あすみに対抗しだした。本当にね、ほら1000円で私交渉したのに。2000円やるわ、はい、2000やるわ。いらないよそんなもの。いらないです。それ手柄って言いたいんでしょ。手柄とかそんなこと言ってないでしょ。2000やるわ。お前はなんでそういう風なの。毎回毎回本当にねえ、あすみに嫉妬してるわ。嫉妬とかそんなこと言ってないんだけど、お前の発言のこと言ってるんだけど。あすみ意識しちゃう。なんで萌えはあの眉には勝たない、2000に行かないから閲覧がとか言ってるけど、自分一人じゃ何にもならないくせに何を言ってんだお前は。ねえ、眉に嫉妬しちゃった。いやいや違うでしょ。これは完全に眉に嫉妬しちゃった。